時短なのにです。ご紹介したいと思います。あまりボコボコしない程度に。で、次白、最後に白。こんにちは、リュージェルマーケティング部開発チームの葵です。今回ご紹介する動画は時短なのにです。ご紹介したいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回使っていくジェルは28番ホワイトベール、483番エメラルドミ、484番グレープアメジストアートジェル、オーバル6番ノンワイプです。それでは早速やっていきたいと思います。見本はピンクなんですけど、今回は紫緑系でやっていきたいと思います。自分の爪が透けるのが嫌なので、一度塗りをまずしていきます。透けてもいい方は別に塗らずにやってっても、それはまた違っていいと思います。一度塗りして固めます。28番はよくお店でも人気で、透け感があってたくさん使います。消費を良くします、28番。そしたらアートジェルを一回薄く塗ります。こういうのを大胆に貼っていきます。シルフの人は多分これ100均とかでも似たようなの売ってるんで。自分の好きなぐらい固めてください。そしたらアートジェルを一回上にかけます。あんまりボコボコしない程度に、カラーのボコボコがあんまり、次カラーのせるんでそのボコボコが出ないようにちょっとアートジェルで埋めます、固めます。はい、そしたらカラーを塗っていきたいと思います。まず紫、さっで、次白、最後に白、ふわっふわっとかける感じ。はい、ライトに入れます。で、ノンワイプトップをかけていきます。固めます。乳白28番、全体に入れちゃうと全体的に曇っちゃうので、なんか一部に曇っちゃうところと曇らないところ、色が出てるところっていう感じで出してあげた方がいいと思います。ちょっとチップの大きさが違いますが、違う感じに、大人っぽい落ち着いた感じになりますね。どうですか、こんな感じです。私の手にのせると可愛いです。これは時短でシャッシャッとできるので、時短なのにおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。